アルコ DL-109 は1939年12月から1945年4月の間にアルコが製造した車軸配置 A1AA1A キャブユニットタイプの車体を持つ旅客用電気式ディーゼル機関車である。アルコが初めて製造したキャブユニットであり、運転台付きの A ユニットが74両、運転台のない B ユニットが4両製造された。 試作機を含めてある子は正式な形式名を与えておらず、設計上の名称で6タイプが存在する。その数がカッコ書きとなるのは外部リンク先の文献や資料に見られるように、設計名称の捉え方や実情で混乱を来たしているためである。本項目では英語版の分類に習った上、それらを補足する。完成型が DL-109 と呼ばれるタイプであった。 本項目では他の4タイプについても述べる。A ユニットは DL-103B、DL-105、DL-107、DL-109、B ユニットは DL-108、DL-110 である。形式名の DL はディーゼルロコモーティブすなわちディーゼル機関車を意味する。それぞれの製造量数は以下の通りである。外観は 工業デザイナーのオットークーラーの手によるものであり、それぞれ非常によく似た形状を持つ。3分割された正面窓が特徴で、そのデザインはアメリカのパテント D121219 に登録されている。全形式ともディーゼルエンジンを2台搭載しており、合計出力は2000馬力である。DL-103B のみ仕様が異なり、 エンジンが 538T 型エンジンで、補機類の駆動にも電気を使用する。また、他形式よりも全長が4フィート5インチ長い。この車両は、シカゴロックアイランドパシフィック鉄道の624号となった。他の形式は 539T 型エンジンを搭載し、補機類の駆動にはベルトドライブも使用する。各形式間同士の際はごく小さなものであった。 DL-105 は、やはり RI の622号とガルフモバイルオハイオ鉄道の270号271号となった。その他の鉄道会社は、DL-107 と B ユニットとして、DL-108 を導入した。DL-109 は、ニューヨークニューヘイブンハートフォード鉄道が大量に導入した。その経緯は口述する。 第二次世界大戦中、g m オートサザン鉄道も DL-109 を購入し、そは DL-110 も購入した。B ユニットの設計名称が DL-108 から DL-110 となった理由は大きな改良を伴ったからなのか、戦時生産として認可されたためだったのか、あるいはその両方か、不明である。 DL-108 を認めない資料もある。第二次世界大戦中は、戦時生産本部の特別許可を得て、客貨両用のディーゼル機関車を60両購入した。ロードナンバー07105-07595である。これらは1942年から1945年の間に製造された。その時期、旅客用機関車の製造は、 競合するエンドの E6 を含めて許可されなかった。最初の重量は、新珠湾攻撃の直後、1941年12月に、アルコのスケネクタディ工場から納入された。貨物の定時運行を確保するためである。NH は、1945年までに6 0両を配備した。NH の DL-109 は、さらに3つのタイプに分けられる。DL-1A は、 オリジナルデザインであり、屋根上にベンチレーターがまとめて配置されている。デル -1B とデル -1C は簡素化された陶器用ハッチに変更された。そして昼間には旅客列車の夜中には貨物列車の経引に充当された。2両の DL-109 がより多くの機関車との総括制御に対応できるように改造された。オリジナルでは 背面同士で連結して使用することを想定されていたため、総括制御用のケーブルは後部にのみ設置されていた。これを全部に設置し、3両以上の充電に対応できるようにした。内一1両は前頭部に貫通扉を設置し、そのためにヘッドライトが上方向に移設され、前頭部の輪郭が変更された。DL-109 は1950年代末期に、 ボストン郊外でのコミューターサービスを最後に使用を停止された。ただ一組716号のみが1960年代までボストンで第3機場に給電するための発電機として使用された。これが最後に現存した DL-109 でペンセントラル鉄道により解体された。他の鉄道会社の DL-109 も1950年代には 解体された。RI は621号エンドの最新型エンジンに換装したが、それ以外にはこの方法は広がらなかった。シカゴ・ミルウォーキー・セント・ポール・パシフィック鉄道に14、A 号と14バイト号の一組が残った。これらはシカゴとミネアポリスを結んだアフタヌーン・ハヤワサ号と夜行の袋ファーストメールで使用された。 同時に使用されたエンドの E6 と共に、第二次世界大戦中にはその性能を発揮した。その塗装パターンも、オットークーラーによるデザインであったミルフォアの14、英語ミルフォアの DL-109 は、それぞれ1953年までに300万マイルを走行し、オーバーホールされた。駆動用のモーターとディーゼルエンジンはアルコに送られて、リビルドされ、 車体は、ミルフォアの職行が作業した。オーバーホールされた機関車は、車体も成形され、エンドに似た、ブルドックのようなスタイルとなった。その後、これらの機関車は、サウスダコタ州カンやウィスコンシン州、グリーンベイなどに向かうマディソンシカゴ号に使用された。1964年5月、14バイト号は、ミルウォーキーのジョーンズアイランドで解体された。 残された14英語を、ミルフォアの職員たちは、オールドモードと呼んだ。資料によっては、下記のような分類もある。パテントの内容まリ、ルイス・ウェイ・ディーゼル・ローコミューティブス、ザ・ファースト50イヤーズ・コムバック・パブリッシング仕様・ CO ISBN、ISBN0 から890242585。ありがとうございます。